ですよ。天の聖杯と同じ舞台に立てるなんてね。あっ、なぜドライバー、なんかダメージが連動してるみたいね、あの二人。天の聖杯は今人と同じで不死身じゃないんだ。だったら十分弱らせておいた方が後の作業がやりやすくなるね。ホブラ！まったく目が離せんな。お前たち二人からは。バンタムさん、こういう敵にはこんな戦い方もある。対抗するよ。了解。チホムラ、ホムラ、ホムラ。どうだった？傷は大したことない。疲れて眠ってるだけだって。白子が。そうか。俺また力を使いすぎちゃったのかな。まあレックス、俺とあの義経ってやつの違いは何だと思う？そりゃあいつはホムラを狙う悪いやつで、バンダムさんはいい人？そいつはありがたいこったが、どっちも違いはないって言ったらどうする？村の連中は義のために戦をしてると信じている。けどな、義のある戦なんて存在しねえんだ。義なんて言葉はな、手前勝手な強弁よ。戦は戦、自分を守ろうとすればするほどそこには対立が生じる。それが拡大したのが戦だ。つまり俺には俺の、奴には奴の戦があるってことだ。でもあいつのやってることは。当然だ。法廷なんかしねえよ。レックス、戦は力だ。だが力はそれを使う者の心の形でいかようにも変化する。力を恐れ守ることを放棄しちまったらそこで終わりだ。何が正しくて何が間違ってるかなんて誰にも決められねえ。ならとことんお前の大事なものを守れ。大事なもの？それがお前の戦だ。俺の戦。おはようございます。ホムラ、もういいの？はい、たっぷり寝ましたから。そっか、よかった。それよりニアがレックスに話があるって。ニアが？さあレックスに話して。ああ、あのさレックス、ちょっと付き合ってほしいんだ。付き合うってどこへ？
バンダムんとこ。義経たちとのことさ、ちゃんと話しときたくって。ああ、それ。いいよ、俺でよければ。助かるよ。ミア、最初は一人で行くって言ってたんですけど、レックスもいた方がいいんじゃないかって、私が。いや、正直いてくれると助かる。あのおっさん、見た目怖すぎだからさ。確かに。